くよ。イモピンなのか。はぁ、キモ。すぐにさ、すぐにね、お前たちはね、もう妹、かわいい。お姉ちゃん、かわいい。すぐ、ほろめの兄弟に燃え始めるからね。そういう気もんなの。ねえ。手出さないでもらっていいっすか？猫の妹とか、お母さんにも、お母さんも一時期いたからね、お母さん惜しいっていうのは。頭でいいっすか？ねえ。オトピーもおる。ねえ、オトピーは許す。オトピーは許すわ。同性だからね。オトピーはいいわ。オトピーだけじゃ許可してあげな。本当にいるかわからんけど。オトピーの距離の人に、うちのお母さんと妹はダメ。ダメっち。女性ミコピーかもしれないよ。あ、ぜひ。ぜひ。うちの音ちーん、ぜひ。もう出会いがない。お姉ちゃん心配です。なんかね、どっちもオタクだからね。もうどっちもオタクだからね。なんだろう、二次元が好きなんだよね。もう本当にミコに影響されちまって申し訳ないんだけどね。申し訳ないんだけどね、もうミコのせいで。でもミコはすごい好きなの、そこ。なんか、そこがもうすごい好きなところで、音ちとりもちは。ミコさん、そんな、なんだろう。まあ、さ、なんかこう、友達、まあ、昔からだけど、なんか、オタク友達みたいなのはいなくて、育ってきたから。なんかこう、一緒に買い物したり、なんか、これ漫画見たとか、気軽な話とかが、あんまできなくて、で、ホロメには、結構気使うの、向こうは。気使うっていうか、なんか、こう、なんだろうね、なんか、そんなし、頻繁にさ、できないの。なんかね、スタジオで話すときとかは話せるけど、その時なんかガツガツできなくて、その時に、誰が助けてくれるかって言ったら、もう家族なわけよ。そう。意外に話す機会多いの。え、全然あるよ、もうミコが。でも、例えば、買ったもんとかは、もうすぐ自慢するし、買ったんだー。昔は、おとちが、コミケで、ミコがね、欲しいって言った。ミコ企業ブースに行くことがあるから、おとちには、同人誌とか買ってきてもらって、ミコの分も買ってきてもらったとかする。医療通話は、お母さんとする。ほぼ、結構する。妹の、なんか妹もさ、欲しいグッズあるって言ったら、買いに行ったりとかしてよ、猫。仲良しでしょ？うん。一番ね、趣味が合うからね、おとちと妹が。そう。だってなんでかって、猫が好きなものを、めっちゃ布教してるから。アニメからすべて見せて、妹とお父ちに全部見せて。で、なんかわかんないけど、多分趣味がね、血筋で、合ってんのかしら知らんけど、やっぱおもろいってなって、好きになってくれるっていうね。そう。まあ、そりゃ合いますよね、って。ねえ。